本日紹介したいのは、Firebox のレーザーボレットになります。牛革を使用しております。なので、レーザー製品とか好きな方はよくわかると思うんですが、どんどんと色が入っていって、自分好みの色とか、あと、もう本当に使い込んでいって馴染んできますね。そういった楽しみがある商品です。はい。で、もともと Firebox って、アメリカのアウトドアブランドなので、やっぱドルを入れるっていうところで、最初不安はあったんですが、日本円って結構大きいじゃないですか。ドルとかに比べて結構大きくなってるんで、ちょっとだけ気持ちはみ出してはいるんですけど、問題なく使用できています。で、作り自体はしっかりしているので、こういったほつれの部分が一切なくて、今2年くらい前に購入して使っているんですが、もう全然ほつれとか一切なく使用できています。はい。完全に一目惚れで購入した商品です。中開けてみますね。よいしょ。本当は免許証とか、クレジットカードとか入れてもいるんですけど、やっぱりちょっとお見せできないので、今回はパスモだけ入れてあります。はい。で、現金はこんな感じで入れているんですが、ちょっと分かりやすいように1枚ずつ入れると、1万円は全然普通に入ります。はい。5000円も問題なく入ります。千円札も入ります。で、閉じる場合は、このように、皮ごと中に入れ込んでもらえれば閉じることが可能です。普通にひっくり返したりしても出てこないので、問題なく自分は札がいきなり落ちてたということはなかったです。はい、で厚さ自体も全然ないので、今3枚しか入ってないので厚みも全然ないんですけど、厚さがだいたい 0.5 ミリとかそういうところです。で、重さ自体も札さえ抜いてしまえば 35g くらいしかなかったので、もう本当に持ってるか分かんないくらいの感覚です。大きさも手のひらサイズですね、完全に。で、この財布のやっぱ唯一の難点は、どうしてもやっぱりコインケースとかがないので、コインが入らないところになります。はい、そういった場合はこういったコインフォームの製品でありますコインホルダーとかを使用すれば解消することが可能です。この記載通りに500円玉が4枚、100円玉が5枚っていう風に各枚数が入れることができます。で、自分はお釣りもらうこともあるので、3枚くらいしか入れてないです。で、カードケースの大きさなので、このまま入れることができます。で、いつも使っているのはこちらの方にスイカを入れて、このまま閉じれば使用することが可能です。で、形になってしまうと嫌なので、その手前に自分はクレジットカードとか、あと免許証とか入れるようにしています。はい。こうやって問題なく使用することができます。で、スイカ自体もここの一番後ろに入れていれば反応することができるので、このままタッチして、改札を通ることも可能です。はい、もちろん、ちょっとコインの分だけ重たくなってしまうので、基本、都心に行く場合は、大体スイカとか、クイックペイとか、電子マネーが使えると思っているので、コインケースとか持たずに、こういったままで行きます。はい、で、登山の場合も、やっぱり、結構岩場とかあるので、削れたりすることも想定して行くんですけど、唯一の難点はやっぱり雨に弱いので、ちょっと濡れてしまうと、皮が傷んでしまうっていうところが難点かと思います。それ以外は問題なく使用できるので、おすすめできます。ご視聴ありがとうございました。本日の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。